近所に A さんというお宅があった。 A さん家の一人息子さん、パッと見にはわからないけど中学の時にある難病を発症した。でも親子揃って前向きに受け止めているようで、たまに親子3人で出かける様子を見ても本当にそんな苦労を背負ってるとは感じられないぐらい明るかった。もちろんそうなるまでに相当苦しんだんだろうし、その時も見えないところで食生活とか病院通いとかいろいろと進行形の苦労もあるんだろうと思う。ある日のこと、 A さん、私、クソ B、C さんの4人の班になって町内会の行事をこなしていたんだが、その休憩中にクソ B が A さんに対して息子さんの話を振った。昔のことなのできっかけになった話は覚えてないけど、とにかく息子さんかわいそうかわいそうを連発していた。そしたら A さんがかわいそうって思われることを本人が一番嫌ってるから、それは思わないことにしてるみたいなことを言った。そしたら、だってそんなわけのわからない病気になって結婚もできないでしょ、子供だって作れないし、それ以前に就職とかできるの大変よねって、それだけでも失礼だと思うけど、さらにうちの子時々一緒に遊んでるけど映ったりはしないのよね、一度確認しておきたかったんだけどって。 A さんは笑いながら、映らないわよ、大丈夫大丈夫、それに先のこと考えてたってしょうがないでしょ、病気にならなくたってうちの子おとなしいから彼女なんて作れるのかしら、あははは、って明るい。その場にいた私や C さんはクソ B の言葉を聞いて、よくそんな失礼なこと言えるなって、聞いてる方が胃がキリキリしそうだったのに、 A さんがそれをさらっとかわして明るく受け答えしたのを聞いてて、器が違うというか、きっと苦労した分強くなったんだなって感心した。昔読んだエースを狙えって漫画で慟哭を味わった人間は強いって言葉を思い出したわ。そんなことがあって随分経ったんだけど、何年か前に引っ越していった A さんと先日久々に会ったら、息子さんがめでたく結婚したそうだ。お相手のお嬢さん、難病のこともすべて理解した上で A 君をサポートしていきたいって言ってくれたんだって。婚約中から A さんのもとに息子さんのための食事を教わりに来て、すごくいい子だって A さん笑いながら目尻に涙を浮かべてた。一方のクソビーンとこの長男はクソニーと一直線で、時々罵声が聞こえてくる。長女の方は出来婚の後、子供を二人抱えて出戻ってきている。漫画家と言いたくなるようなその後の展開。